さて、これは皆さん何だかお分かりになりますでしょうか。ちょっとイメージできないですね。でもこのライカという名前書いてあります。光学メーカーのライカが作った3次元空間スキャナーです。これを持ってただ歩き回るだけで、その全ての空間をスキャンすることができます。これは今日のデジタルエイジにおいて非常に特徴的なプロダクトの一つであると思います。この道具を使うことによって、既存空間のあらゆるデータがただ歩き回ることによって取れる。で、そのことによって既存空間をリニューアルしたりですね、歴史的な建造物を記録したりということもできます。そしてこれはいろいろなアプリケーションとリンクをしてですね、データを見ることもできますし、本当に新しい世界を開いていくプロダクトだと思います。工具という世界においてこうした新しいプロダクトが出てきたということは、これからのインダストリアルデザインの可能性をさらに大きく広げていくというふうに私は実感しました。大変新しい可能性を次の時代に向かって開いていく製品だと思っています。